C300 ホイール付き前輪タイヤの交換方法についてご説明します。使用する工具は、ガダイ、マイナスドライバー、6ミリ六角レンチ、トルクレンチ、エアゲージ、ベー式バルブ用の空気入れです。まずは、ガダイをシャーシの下に入れ、タイヤを浮かせます。シャーシの下から地面までは約8センチです。9センチ以上のガダイをシャーシの下に入れましょう。前輪前についているサポートホイールを持ち、車体を上に上げ、ガダイを下に入れます。タイヤのハブキャップを外します。マイナスドライバーをハブキャップの溝に差し込み外します。6ミリの六角レンチを使い、タイヤを固定している4本のネジを外します。真ん中についているネジは外さないように注意してください。新しいタイヤを取り付けていきます。4本のネジは対角線上に仮締めをしていきます。本締めはトルクレンチを24ニュートンメートルに設定し、対角線上に締めていきます。サポートホイールを持ち、ガダイを取り外していきます。タイヤ交換後は空気圧を必ずチェックします。バルブキャップを外し、エアゲージで測定しましょう。バルブはベー式バルブです。空気圧が足らない場合は空気入れで空気を入れましょう。推奨空気圧は200キロパスカルです。バルブキャップはしっかりと閉めましょう。タイヤのハブキャップを取り付けます。以上で前輪タイヤ交換の完了です。